で、ここから来るんですよ。来るんですよ。テクテン、テクテン、ドゥチャッチャ、ここね。ここすごい好き。ありがとうございます !22 だーということで、22のポテです。ということで、今日は、まこちゃん、りおちゃん、かっこいいダンスということで、今日は、まこちゃん、りおちゃん、かっこいいダンスです。ということでね、まあ、20のね、まあ、最年長2人組、同い年なんですよね。なんか、まこ、りおっていつも言ってるんですけども、年で言ったら同い年なんですよ。その2人の、もう、激かっこよレベチの特徴を出しつつも、すごい、キレと、ありがとうございます。緩急をつけて、とてもいい踊りをしていた、動画。なんですよね、これ。これね、ちょっと前の動画になっちゃうんですけど、もう結構もう話題で、本当にもういろんな人が上手すぎるっていう風になってて、僕もね、その動画めっちゃ見てるんですよ。めっちゃ見てて、ガチで上手くて、もう何回も見ちゃうぐらいの動画なんですよね。で、今日はそれをね、まず俯瞰的に見るのと、まこちゃんで見て、りおちゃんで見てみたいな感じでやろうかなと思います。で、まあ感想とかもね、まあ言っていけたらなと。本当にね、まず第一感想言うとガチで上手い。あと曲がね、なんか変に中毒性あってね、なんか僕曲だけも好きになっちゃって、ライブラリーにね、プレイリストにその曲入れちゃうっていう風になっちゃいました。ということで、ね、ここから見ていくんですけどもね、こんな感じでこのチャンネルではね、20に関する企画だったり、情報だったり、いろんなね、20に関する動画を出していくので、ぜひね、20好きだよって方はね、チャンネル登録お願いしますということで、やっていきましょう。で、全部見せるよ。さあ、始めますよ。ちょっとね、手でアップしてます。これ、もうガチでうまいんだよね。あーいって言っちゃうわ。あー、素晴らしい。ここね、一回ギュッギュッギュッってなって、これサビすごいのよね、特にここね、腰の動きを。で、ここでちょっと一旦ゆったりになってくるよ。あー、もうここやばいのよ。ここめっちゃ好きなんだよね、さっきのところ。あー、素晴らしい。もうちょっとね、入りきれてない、すいません。ここっていうダンスですね。これね、素晴らしい。これ本当にね、途中のさ、このってね、ここあったじゃん。で、わかりますよね、このつけてんつけてん、こういうとこあったじゃん。そこなんか、ここでさ、早いってやっといて、ここでなんかちょっとスッスッスッって抜くというか、ゆったりになる。緩急。あそこすごいね。あそこすごい好きなんですよ。で、やっぱこれね、いろんな人がね、言ってるんですけど、まこちゃんとりおちゃんで、やっぱダンス、どっちも上手いんだけど、なんか、違いがあるっていうふうに、いろんな人に言ってて、僕もそれはやっぱ感じたんですよね。で、りおちゃんの場合、やっぱしなやかさ、が特に特徴なのかなと。しなやかさだったり、それこそ緩急だったりが特徴なのかなと思って、女性らしさっていうのかな、なんかそういうダンスで、やっぱその JP に入る前のダンス期間が長かったから、それこそ EXPG とかそういうので学んだダンスなのかなって思います。なんかそうだね、 JP というよりかはその前に培うその期間が長かったので、そこでのダンスがやっぱり出てるのかなと。で、逆に、まこちゃんは、多分 JIP での期間の方が長いのかな、わかんないんですけど、JIP で2年目半以上ぐらいは学んでるので、そっちらのダンス、JIP ダンスって言ってあれなんですけど、なんか二次プロジェクト中に、パクジニョンさんが、動きの一個一個が早い方がいいみたいな。早い方が、まあ、ちょっと言うこと間違ってるかもしれないですけど、早い方が上手いみたいなね、こう、ここからここに出すのもなんかこう、ゆっくり出すんじゃなくて、シュパッ、シュパッって出すみたいな。シュパシュパシュパってやるみたいな、その速さがうまさにつながるみたいなことをね、言ったと思うんですけど、なんかそれもやっぱり、まこちゃんのダンスに、なんかあんのかなっていう、なんか一個一個の動きが本当に素早いんですよ。これね、やっぱこれが違いなのかなっていう風に僕は思いました。だからそれこそ、まこちゃんは、二次プロジェクトでも、2PM さんとかの、男性のダンスとかも踊れちゃうみたいな、そういう力強さもね、あるんじゃないかなと。で、やっぱり、りおちゃんはそういう女性らしさだったり、しなやかさだったり、緩急だったり、もちろんあるんですけどね。まこちゃんにも。で、もちろんこっちにもある、りおちゃんにも、まこちゃんにもあるんですけどね。よりこう、際立ってるのがそうなんじゃないかなっていうふうに
思いました。なんですけど、まあ、ちょっとね、長々喋ってるんですけど、やっぱダンスの良し悪しってね、僕一応独学で、大学入ってから独学で4年間やってる、今5年目、まあ、ちょっとやってるんですけど、まだ。ダンスの良し悪しって本当にわかんないんですよね。特に自分よりか上手い人たちのレベルって本当にわかんなくて、なんか、あ、俺こっち上手いなって思ったらこっちの方がなんか評価良かったりみたいな、いろいろあるんで、やっぱその、わかんないですってことですね。そうなんですよ。わかんない、本当にこれわかんないんですよね。そうだから皆さんもぜひなんかそんなね、なんかどっちがどうとか、うまいよしだって言うから、まあもう好き嫌いでね、どんどんそういうダンスと決めていけばいいんじゃないかなっていう風になんかまあ思ったっていう話をしたい。じゃあちょっとね、一人一人ちょっと見ていきましょう。じゃあまずリオちゃんから見ていきますね。スタイルもあるのかな、なんか女性らしさがよりリオちゃん強いよね。で、はぁっていう緩急ね。あーもういいね、グワーって感じ好きだわ、めっちゃ。でも2人ともね、髪の毛も使いこなしてるよね、完璧に。で、こっから来るんですよ、来るんですよ、テクテンテクテン、ジュッチャッチャ、ここね、ここすごい好き。で、今のジュイーンとかも緩急すごいよね、デューンっていうそこね。でこの腰もすごい可動域なのよ、すごいよこれ、もうビヨーンってね、ビヨーンなんですよね結局は。っていうことですね、リオちゃんこれやっぱすごい、やっぱここ好きだな、テクテンテクテンチュードゥードゥードゥが好きやな。やっぱリオちゃん腰の可動域がすごかったね、もうすごいすごいすごい、俺もう踊りたい、俺踊りたい。じゃあ次、まこちゃんいきますね。まこちゃんは速さがね、すごいね。一個一個の動きの。ほら、もう、早送りかなって。早送りかなって思うもん。すごいよ、ほら。プシューンよ。でもこういうとこはね、やっぱこうギューンっていう。こういうとこね、こういうとこでやっぱちょっと知らない人も出していくと。まこちゃんってなんかいいよね。来るよこれ。あーここすごい好き、ここすごい好き、サビすごい好き。あーここ、このギューンギューンギューンね。あ、途中止まっちゃうの、すいません。あーいいね、なんか早いからゆっくり、なんかこうシューンシューンシューンみたいな、このシューンって分かりますか、この速さがこうシューンっていう、これ伝わってますよ、このそういうこと、そういうことですよ、このなんかスワン、なんかフワンっていう、なんかフワンみたいな、このシューンっていう、このだこのキューンっていう感じが得意っていう感じですね。これやっぱ話題になるほどあるなっていう、どっちもね上手い。だからなんか特にね、リオちゃんってやっぱ多分ダンスダンスっていう感じだと思うんで、今後ねなんか曲とかでやっぱダンスパートとかあってね、例えばそうミスターマドンニであったようなさ、キャッチ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 ャッみたいな、あのダンスパートみたいなあってもなんか盛り上がるんじゃないかな、特にライブとかで盛り上がるんじゃないかなって思うんで、ダンスパート欲しいですよね。もうリオちゃんも主で、もちろんマコちゃんとかもね来てほしいんですけど、もうリオちゃんがもうバーンって輝く場、これ絶対必要だと思うんですよ、これね、ほんと欲しいなと。で、あわやくはポテもそっから出てくれればね、まあ、ポテも、ポテだって、なればいいかなって思うんですよね。って感じですね。今日はそんな感じですね。そういう風に、まあ、Twitter、Instagram とかもね、だからバカになれません、これ。インスタグラムでこういう神動画が生まれてしまうので、ぜひこれ皆さんね、僕らのインスタをフォローしてもらえると嬉しいなと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。